そうあの目がさボンボンで腫れてて今そう次の枠からちょっと普通に配信するんですけど花粉症やだ目が目が痛いんよおはようおさんむさんおはようございますよりかちゃんおはようこじあきさんおはようひらっちおはよう のりくんおはよう。翔太君おはよう。えりちゃんおはよう。ビンちゃんおはよう。山内おはよう。ありがとうみんな来てくれて。えっと、何の花粉症すぎ、すぎかなすぎの花粉症だと思うんですけど。まあでもラジオ配信なのでめちゃめちゃしゃべりたいと思いますので皆さんぜひあのお話聞いてくれたら嬉しいなと思います。昔ねめっちゃ昔なんだけどラジオ配信 途中で寝ましたねラジオ配信してさ途中で寝たことあるマリア切るよね切るというかよくないよねおはようさんコーナー名探偵コナンコナンテレデテンテレテテレデテテレテテテ 私は目が大丈夫だけど鼻がやばい。ああ、お鼻ね。目やばいんだよね。なんかさ、目のさ、周りがさ、痛いというかさ、痛い、んかゆいなんか、なんかね、もう超腫れてんの。なんで、昨日夜目薬さしてさ、あの、絶対にさ、 あれしないようにしたんだけどな。えぐすしゃしてなんかうつらないようにしたんだけどな。すぎ <laughs> しかないんだらもうなくなると思う。ほんと分ぶすぎたと思う。<laughs> 真実はいつもつも一 レイ君ファイトありがとうございますこの写真のお服どこのこの写真の洋服はえっとどこのだザラですけろ結構ザラで買います僕も花粉症 そうしようって大変だよね今日はあのチーズフォンデュ配信をしようと思ってますチーズフォンデュ配信したい腹減ったペコペコあくび可愛い,いありがとうあくびに可愛いってあるの昨日着ていた服そう昨日着て なんですけどこの写真にある通りこの下のこの下のパフェみたいなやつが私とのコラボ商品になるのでぜひともみんなに食べてほしいなって思いますそうラジオだからマジで今ベッドの中にいる <laughs> ベッドの中なんだだからさ

50巻とお届け山虎さんありがとうございます最近くしゃみが止まらん最近無料はね目が悔いはあ、くまさんおはようなんかでも本当にこれちょっと昨日も話したかもなんだけどなんかあの冬よりも起きやすくなったなんか 寒くてさ冬は寒くて本当に起きれなかったからそう思うと前よりは起きれるようになったかなって思います今日は久しぶりに仁王門湯からのエックスホール今日エックスホールって何かあるんですか仁王門湯私ね2回かな。 2回行ったことがあります銭湯とかなんかキャナルとかは結構行くんだけど仁王門湯はあのめいちゃんと2回ぐらい行ったことがある結構さあったかいというかさあめのお湯のところだよね <laughs> 厚めのお湯のところマリアタンおはよう。 ほろちゃんおはよう。ねなんかあるみたいだよね。<laughs> って感じです。面白い。においはなんか多分めちゃめちゃ昔からっらあってあのおじいちゃんおばあちゃんとか常連さんがすごく多いイメージ。熱 <laughs> あいお風呂入れるあいお風呂はね 私結構好きですなんかあめっちゃ暑いシャワーとかでお風呂入るのが好きでもなんか体にはちょっとぬるまの方がいいみたいですよ体にいいのはちょっとぬるまのお湯レニーで丸かわりなので無理あレニーあるんだ木曜日だけどやっぱそういうイベントとかはあるんですね なんか岩盤浴が岩盤浴私めちゃめちゃ好きなんですけど私代謝が悪くてあの汗をかかないんですよね汗かかなくてで全然なんていうの岩盤浴ってさ汗をかいて代謝良くしてなんかお風呂入ってみたいな繰り返すんだけど。 でもマリアは全然かかないから結構意味もなくみたいなところ困っちゃうよねだからサウナは結構入りますよあんま効果ないんだけどね汗かかんから汗 <laughs> かかんから効果ないって笑うよね マリア好きありがとうございますマリアも好きだよ好き好きというより主気水たくさん飲むそうだねお水をたくさん飲むと体調良くなるって言うからお水たくさん飲もうかな インスタのイチゴ狩りの写真は、あれもザラですね。本当にザラってめちゃめちゃ可愛いのたくさんあるんだよ、実は。実はま実は。だから私ほぼほぼザラで買って最近は服を買わないっていう意思を決めて、全然買ってないんですけど。でも最近パーカー一枚でもあったかいじゃん。だからパーカー女子になりたくて。 パッカ、極めようと思ってます。頑張って。な <laughs> んで頑張るんだっていう話なんですけど、パッカージュは極めてます。はい。おはようございます。50完了です。大山さんありがとうサ。サウナは水を飲んでから入るといいよ。あ、そうなんだね。 あだからその水が汗で出るからってことかな。しきピ歌える。しきピは歌えないです。<laughs> ハート100個。投げてありがとう。のりくありがとうございます。めっちゃ目が早いんだけど。ミスター・パーカー・ジュニア。 そうです。皆さんこんにちは、ミスターパーカージュニアです。次の配信九時からドンドンで二度寝できないです。八時までならワンちゃん。みんな仕事？パーカー女子って可愛いじゃん。何色のパーカーが好きちなみに？ 何色のパーカー女子が好きですか前思ってるのは緑とえっと黒と緑黒白ベージュえー、ベージュ 黒白黒ベージュ赤青かな持ってる水はお茶やコーヒーより体に溜まってる余計な成分を排出してくれる栄養なんだ溜まってる余計ななんか大事なんだねやっぱ水って。 なんかさいろんな人にさマジでお水を飲めって言われるじゃんお水飲むことって本当にそう考えると大事なんだなって思いますね仕事めっちゃ眠いあのー、ちゃん頑張ってね二2リットルってどのぐらい ?500ml が普通だから4本 4は飲むってこと結構飲むことないそれ水は2リットルだから結構飲むよね分からんけどててんてんててん大きいペットボトル本あ一1本か、まあ、1本ならまあ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 、まあ、まあまあって感じだけど まあ結構つらいけどね <laughs> 結構つらいよ最近運動してないからなはるちゃんが1日2リットル水飲んでたえー、すごいやっぱ大事なんだマロ <laughs> も飲もうちゃんとお水 左右とかもいいいみたいだけど最終枠何する最終枠はでも普通にみんなとお話できたらいいなと思っておりますけどもどうでしょうか半身浴ね半身浴もいいって言いますよね。 半身浴もしよちゃんとあと15分あと15分寝ないで私はいられるかという勝負に出ておりますお水2リットル前やったらめっちゃきつかったあそうなんだななこさんの入浴方法絶対痩せる ねななこちゃんすごいよね。しばちゃんバラありがとう。ななこちゃんめっちゃすごいと思う。まりゃも思うもん。まりゃも普通に思うもん。えだってさもうめちゃめちゃさあれじゃないあの。 眠たくなるとさ自分が何話してるかすらも分かんなくなっちゃうじゃん <laughs> そう自分が何してるか分かんなくなっちゃうからそれが「苦」だよねちちちちちちちみんなありがとねほんとに。 押し投げ完了しばちゃんありがとう名古屋で好きな食べ物教えてくれるマリおはよう教えましたのりくんだるまさんありがとう名古屋で好きな食べ物はめちゃめちゃありますけどこないだホワイトボードにめっちゃ書いちゃった <laughs> こないだねホワイトボードに書いて終わりましたけど チュンチュッチュンチュンチュンチュッチュンチュンチュッチュンチュンチュッチュンノリくん誰も100けたってありがとうございます何話そうかなみんななんか話題ないですかそう 昨日さこのさケーキをさあの夜にさ打ち合わせだったからさ食べたんですよもう絶対太るやんって思いながら食べた美味しかったけどドラム缶サイズのパフェを完食できるマリアだドラム缶サイズのパフェは無理やで無理だけど食べたい なんかおいしいもん食べるとき一番幸せじゃないですか。お <laughs> いしいもん食べるとき一番幸せだからね、私は。え、今みんなどこにいるのおうちお仕事車好きなゲームについて。あ、私は、あの、熱盛めっちゃ好きなんですけど。集まれ動物と森。動物と森って、あの、 自分のさあの町の名前から決めるじゃんもうそっからが楽しいまずうんまずもってそっからが楽しくってでなんかあの私はよく3階建てにしてからの地下作ってで家具とかめちゃめちゃピンクとかに揃えてました可愛いいのとか集めて。 楽しかったでもすっごい集中するからあれって永遠とやれますよね最近はやってないけど DS の時に集まりを集まりなのかなあれは動物の森をやってたんですけどスイッチに変わってからスイッチ持ってないからやらなくてできなかったんですけど DS はめちゃめちゃやってましたあとあのモンスト モンスターハンターもやってました戦う系とにかく戦えばいいやと思って戦ってお肉食べてみたいな繰り返ししてた気がする村の名前は何だったかなマリアは確かなんか 美味しい食べ物食べたい村みたいな <laughs> マジでなんかなんとかなんとかなんとか村長かった気がする <laughs> 車あ車なんだ出勤途中頑張ってねあそうだ飛び出す動物の森だ おしなぎ終わってるからバイバイありがとう。サンドの飯より好きなのある。サンドの飯より私は、え、なんだろうな。うん、寝ることかな最近睡眠が一番好きかも。ずっとベッドにいると幸せ。幸せになれます おお疲れ様みんなあと9分マリアの配信に付き合ってね 3DS だもんねそうそう 3DS の飛び盛りをやってましたおはようございますみなさん星投げよろしくお願いします プロさんおはよう。ありがとう星投げみんな。マリアはうれしいよ。しゅ,うしゅ,うしゅう…ッしュッシュッシュしシュ。ジュン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 ジュ おはよう、ちんいちくんおはよう。せーの。いってらっしゃい。お仕事頑張ってね。次9時から20分間配信するんですけど、見れる方は見てくれると嬉しいです。こにあきさんハートありがとう。とみちゃんハートありがとう。 では行ってきますマリアはお仕事行く日はいつも約1時間半前に起きて準備するんですけどメイク終わるのが30分ぐらいかかるからご飯食べる時間はとりあえず除いてで30分。 メイクして1時間で服とか犬のバタバタして時間あったらご飯食べてみたいな感じでいつも1時間半前に起きるんですだから例えば10時に家を出るとしたら8時半に起きてる結構ギリギリだよね確か前の好きだよね めっちゃ好き。なんかこないだね。あの前ののね、前ののぞみちゃんのインスタ見てて。そしたら水色のシャツを着て、めちゃめちゃ可愛い服着てたから。これ欲しいと思って、マリアも緑とか黄色のシャツ着たら可愛いかなって思ったけど。やっぱ着る人によるじゃん。だからやめた。 女の子は大変だね、そう女の子はねあの、メイクとかしなきゃいけないからね。そこが大変。メイクしないと生きていけないタイプやからな。おはよう、仕事行ってき、行ってらっしゃい。ご飯食べるのにそんな時間かかるの。ご飯食べるのには、まあ、そんなかかんないけど、 あのご飯はめっちゃ付属食べれたら食べるくらいほぼほぼほぼ食べないおさむさんフル完了行ってきますいってらっしゃい今日新作発売あそうなのなんかめっちゃさ本当に最近の子ってかわいいじゃんマリア本当にね自分を見失う みんなが可愛くて周り可愛いからさ俺もさ可愛くなりたいけどさもう磨いてないのが丸明かりみたいな朝ごはんが大事だよでも私朝ごはんが一番食べれないんですけど朝ごはんってなんでそんなに大事なんだろうだってさお腹空すいた時に食べれば太らないわけじゃん なんでなんだろうってずっと考えてた私また夜来るねありがとうインスタライブもあるよありがとうございまし嬉しいマリアは嬉しいありがとうね夜は 夜は結構6時とか8時の枠とかやるのでそれも見てくれると嬉しいですよろしくお願いします <laughs> 今日はねちょっとね美号の撮影に行かなきゃいけないのでそれに行ってから配信とか。 するので、1個とか、1個ぐらい多分車で配信することになるかもしれないです。3時ぐらいの枠とか、そう、車で配信多分するので、ぜひ見てくれると嬉しいです。お願いします。朝ごはんのカロリーは寝る前に消費できるか、あ、そうなんだ。 だからみんな「朝はいい」って言うんですよね。どんなエステ着てるエステはねまジ、あ、で小顔になる小顔矯正とあとなんか肌を良くしたいからマリアは肌をきれいにしてからなんかいろいろ痩せたりねあの小顔になったりしたいなって思って。 から肌をきれいにするなんかハーブピーリングっていうのをやってますでまだね半年ぐらいかな通って一回ちょっと肌が荒れちゃったからまた治るのに時間がかかってますっていう感じですかね28分なのでじゃあ ランキング読みたいと思います。とみちゃんハートありがとう、えっと。今日のランキングは。十三位翔太くんありがとう。十二港区。十一ハゲチョビ。十位ビンち,ちゃん。九位リークスさん。八位マーク。七位小沢亜紀さん。六位しばちゃん。五位なあさん。四位のサムさん。三位しょうゆうちゃん。二位とみちゃん。 そして一位のりくん皆さんありがとうございますまさるくんもバラありがとうありがとうございます皆さんお手伝いしてくれて私は嬉しいよすごいラジオ配信今日のイベントで初めてやったけどおもろい ガチーベ。教えてくれてありがとう。こちらこそ。相、はい、お疲れ様ありがとう。ってことでじゃあ次は9時から20分間と12時からと3時6時あと8時8時20分くらいからやります。まあ、結果がどうあれとにかく最終審査に。 行くことが目標なので諦めずにちゃんと頑張りたいと思います皆さんいつもありがとうそしてお仕事ね水曜日今日木曜日か木曜日だから頑張ってねってことで以上星のマリアでしたみんなまたね